すごいなんかゴルフのなんかスタイルっていうかプレースタイルはやっぱプロになってからちょっとやっぱ変わったかなと思いました。どういう風に変わったってありますか？飛ぶようになったよね、前よりは。そうですね、うん、距離が伸びたと思います。へ、自分の強みってどこだと思いますか？ドライバーが一番好きなんですけど、試合の時は結構ショットでバーディー取っていくスタイルが多いかなって。やっぱチャンスにつける回数がやっぱり多いかなと思います。2022年は5勝しましたもんね。おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。どうでしたか、初めて優勝した時？初優勝の時はあ、こんな感じなんだみたいな、優勝ってお涙ガーッとかじゃないんですか？みたいな、全然感動はあんまりなかったです。これは嬉しいみたいな。今までのこと、今までやってきたことをこなした結果優勝っていう形だから、なんか私がステップ出てた時に初優勝した時は、なんか優勝したって実感がやっぱ全然なくて、なんかこう涙が出るっていう感じではなかったです。でもわーいとかもないんですか？なんかわーいなんだけど、これどういう風に表現したらいいか分かんなかったです。優勝しちゃったみたいな感じじゃないですか？しちゃったって感じだったよね。しちゃったって優勝できたじゃなくて、結果として優勝しちゃったっていう、なんか優勝は目指してるけど、まさか自分が本当に優勝できると思わなかったっていう気持ちの方がやっぱ強くて、なんか驚きの方が、ね、良かったかな。